はい、どうも DIG です。またちょっとだいぶ時間が空いてしまったんですけれども、ですね、まあ今回も雑談ということで、まあ何やってたかというとですね、仕事が忙しかったのかっていうとそうでもなく、まあまあ忙しいのは忙しかったんですけど、まあタイトルにもあるようにですね、ちょっとね、ブレイキングバッドっていうですね、あのアメリカのテレビドラマのシリーズがあるんですけど、それをですねちょっと 見始めてしまいましてで昨日は見終わったんですけど、まあそれまで全く DTM 音楽に、興味が向かず、一切これ今までね結構ねもうほぼ毎日ぐらいこのロジック触ったり、なんだかんだプラグイン触ったり、曲作ったりとかってやってたんですけど、もうねブレイキングバッドを見始めてからですね一切、やらなくなったというのは、まあそのね仕事も やりながらですし、まあ家庭もありますね、家族もありますしとかっていうので、その空いてる時間、今まで朝の時間ですね、朝早く起きて、まあ1、2時間、3時間とかっていうのを、ちょっとまあ音楽に時間費やしたんですけど、もうそこもですね、とにかく全ての空きの時間というか、時間をそのブレイキングバッドに持っていかれてですね、まあもう持っていかれたというよりも、もうとにかく、ストーリーがねやっぱ面白いんですよね。だから次々見たくなってしまうっていうのもあって、まあもう時間があれば見たいっていう感じに、なってたんですね。でそれでもう全然 DTM もこの YouTube ももうなんかやる気もさらさらなくなっちゃったっていう感じなんで、まあそれでちょっと空いてしまったんですけど、まあその話と何がつながるかなっていうのも、考えたり、 DTM とね、 DTM とブレイキングバッドってなんか関連あるかなと思ったんですけど、まあないっすよねなんかそれがネタになればいいかなと思ったんですけど、まあ、全然なくって、まあとりあえずロジック立ち上げて、なんか前作ってた、今この流れてる曲とかも前作りかけの曲なんですけど、まあそういうのやったりしようかなと思って、まずちょっとメール、まあなんかそのそれいろんなプラグインとかソフトウェアメーカーのそのメールマガジンとかを、まあ登録してるやつとかがあったりして、まあだいたい朝 2,3 通届いたりするんで、ちょっとまあそういうプラグイン関係のやつ見ながらやろうかなと思ってたら、まあ僕はそのオーディオインターフェースでアポロを使ってるんですけど、そのユニバーサルオーディオからですね、そのアポロを使ってるアーティストさんのなんかそのなんていうんだろう、セッションというかライブのその映像をで、まあそのユニバーサルオーディオから発表して、まあ、YouTube にアップするっていうようなやつがなんかメールが来てて、新しいアーティストのセッションができましたよっていうのがメールが来てたんですね。で普段全然それ見ないんですけど、なんかね今回たまたま見てしまって、でね見たらね、そのアーティストがねもうめちゃくちゃ素晴らしいアーティストで、まあ、バンドなんですけど、このね、これかな、このね、これ何なんですかね、フランス語なんですかね、ムッシュペリネだったかな、ムッシュペリネだ、多分ムッシュペリネっていう読み方だったと思うんですけど、このね、エンカントトロピカルっていうね、この曲のそのライブセッション、これなんですけど、これ多分ちょっと流すとなんかいろいろめんどくさいことになりそうなんで、これ普通に YouTube にあるし、その、まあ、説明欄に貼っときますけど、リンク。これね、ちょっと一回見てもらえば、すごい、トロピカルな確かに感じですごくいいなっていうので、グッとね、これグッと掴まれてしまって、なんかね、ちょっと調べたらコロンビアのバンドみたいなんですね。で、まあ、そこそこ、
あの話題にはなってたあのバンドらしいので、すごく音楽好きな人とかはご存知なのかなと思うんですけど、これね、このなんていうんだろう、映像、このまあこれはそのセッションライブセッションっていうか、まあ要はライブですよね。なんで素晴らしいんですけど、例えばこういう本当このロケーションとかもねすごいんですよ。こういうなんか南国まあトロピカルっていうだけあって、こういう場所でなんか、セッションしてるんですよね。でうわーこれすごいなと思って、久々にね素晴らしいアーティストだなって感動したんですけど、でそれでちょっと調べてみようかなと、いろいろ調べてみようと思って調べてたら、まあこういうアルバムをこれだから2018年の5月18日に公開ってなってるんで、多分それぐらい去年の、夏前ですかねにそのアルバムを出してるみたいなんですけど、でこれがね、これも流すとちょっとめんどくさいあれなんですけど、ここオーディオってあるんですけど、これ要は多分アルバムジャケットかなんかなんですかね。で後ろで普通にあのアルバムの音楽が流れるっていう、よくある昔って言ったらあれですけど、まあ YouTube に音楽アップするときによくあるパターンの映像、写真1枚貼っといて、要は静止画貼っといて、その後ろに音楽流すっていうパターンですよね。でそれのパターンなんですけど、これがね、これをちょっとまあ、 聞き比べてみてもらえばいいと思うんですけど、もう多分僕最初にこっち聞いてたらここまでねファンになってないと思うんですよ。もう なんて言うんだろう、もう全然なんか魅力が伝わってこないというかねでまあ当然ね、これはライブなので、ライブの映像とか、まあ多分ライブで演奏したやつをそのまま撮ってやってるんでしょうけど、だからその生っぽさとかっていうのもあると思うんですけど、あるからまあいいなって思ったり、このロケーションがあったりするからいいなって思うんですけど、これね昔だったら多分これで全然納得してたっていうか、不満って言ったらおかしいか、不足ではなかったのかな、うん、だけどやっぱ今時代って こっちじゃないですかそのなんて言うんだろう、まあそのね、アーティストの収益構造とかももう今海外ではね、ライブで稼ぐのが当たり前、音源はもうこうやって YouTube とかね、いろんなところで無料とか、まあ、サブスク関係ですよね、無料とか安くでばらまいていろんな人に聞いてもらって、でライブでに来てもらって、まあ、物販含めて収益上げていくっていうビジネススタイルに、まあ、もう今変わってきてるんですよね、あの海外の場合はね。でまあその日本はまだそこまでうまく、シフトしきれてないとかっていう問題も あるっていうのはもう話題ですよね。でその音楽聴く側の人間としてもやっぱりね、こういうのを見せられ始めるともうこっちがやっぱスタンダードになってくるんですよね。で今までのパターン、これなんかまだそのビジュアルがあるからいいんですけど、じゃあこれ iTunes で音楽だけで聴くかって言ったらやっぱね物足りないですよね。で僕結構そのヘビーユーザーというか、音楽も相当 CD とか買ってきたりですねしてた人間でもこれなんで、もうほとんどの人がそっちに流れてしまってるんじゃないのかなって思うんですよね。だからその映像の重要性というかですね、っていうのはがすごくここでなんかつながブレイキングバッドとそのこのムッシュペリネかのセッション映像を見て、なんかあやっぱり映像っての映像のパワーってやっぱり強烈だなと
ていうのが改めて認識したっていうんですよね。でまあそれもね、分かってたというか、そのそもそも映画と音楽ってもう全く別のものっていう考えはあったんですよ。そのね、そもそも比べるもんでもないなって思ってたんですけど、ただねそれってそのまあ作品というか、なんて言うんだろう、コンテンツとして比べるもんではないなって、思うんですけど、ただその人間のですね、時間軸というか、そのライフスタイルの観点から見ると結局同じラインに並んでるんですよね、音楽も映画も。でそれがそのこれもまあちょっと前からね、スマホが出てきた後からちょっと話にもなってますけど、その可処分時間ですよね、可処分所得とか可処分時間とかっていうのがよくあるんですけど、その可処分時間、要は、自由に使える、時間ですよね、をのその奪い合いが始まってると。スマホが登場してくることによってね、その SNS であったり、まあそのいろんなアプリであったり、例えばまあね、スマホゲームもそうですし、音楽、YouTube とかっていうのが、その人間ね、時間って限られてますからね、その人間のその使える時間を奪っていってると。でその奪い合いが始まってるっていうことなんですね。だからサービスが良ければ、それが全てうまくいくってわけでもないと。きっちりそういうね、スマホに完全に今全てがシフトしていってるわけじゃないですか。だからそこにうまく合わせていかないとサービスっていうのも、成功しないよという話とかもあるんですよね。でそこでいくと、結局音楽とその映画、そのまあブレイキングバッドをはじめとする、まあもうそれ映像とくくってしまいますけど、動画とかねくくってしまいますけど、要はそこの勝負になってきてるんですよね。だからね、まあ僕はその音楽で食ってるわけじゃないんで、まあそこまで別に気にもしてないんですけど、ただねそれでもやっぱりこう、やっぱ映像のその映像ね、ちょっと前その何本か、ここ何作品かちょっと PV っていうか MV っていうのかな、ミュージックビデオっていうのかなを作ってますけど、そうするとやっぱ面白いなと思って、僕もどんどんその動画もやっぱ勉強したい、映像か、映像を勉強したいなって思ってるんですよね。だからまあ別にね、それを音楽を仕事にして飯食ってるわけじゃないんで、まあそこについては別に僕は結構自由にシフトしてね、シフトしできるっちゃできるんですけど、なかなか音楽にとっては厳しい時代に、なってきてるんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。で なんとなくね、その読書となんか似てるんですよね、音楽って。その読書も結局活字じゃないですか、活字をその読みながら自分の中で映像風景であったり、その人ね、登場人物の顔であったりっていうのをこう自分の中で想像で補いながら、進んでいくっていうストーリーが進むのがこう楽しい。でそのそれぞれ読む人の中のイメージがあって、それがその自分のストーリーになっていくとかっていう、自分だけのストーリーになっていくっていうのがなんか面白かったりすると思うんですよね。だから結局音楽もそうですよね。音楽単体で聞くと、要は
その詩、歌詞から受ける印象であったり、その音のイメージであったりっていうのをこう想像力で補いながら、楽しむっていうものなのかなと、思うんですよね。だから音楽と読書っていうのはなんか似てるなと思うんですけど、やっぱり読書ってやっぱりね、昔もそんなに多くなかったですけど、やっぱり今の時代特に減ってますよね、読書する人っていうのも。だから多分ね、そう、音楽もそうなっていくんじゃないかなと思うんですよね。だやっぱ本読むより映画見た方がいい、ね、例えばその原作が小説が原作の映画とかだったら、やっぱ本はちょっとってなる人っていっぱいいると思うんですよね。で映画を見る、でも結局実際はその原作の小説の方が面白いっていうのは、まあもう腐るほどあるんですよね、そういうものって。映画ですごく評価されてたとしても、小説の方がやっぱり内容も濃いし、いろんな細かいところまで説明できてるっていうのがあったりするんで、原作の小説の方が絶対面白いっていうのは僕も、感じるところでもあるんですけど、多分音楽もそういう風になっていってしまうのかなって思うんですよね。本当、自分で音楽だけ聴けるんだみたいなそうね、なんかそんな時代でも自分の子供とか見ててもね、もうそういう時代になりつつあるなっていうのはね感じるんですよね、みんなやっぱ映像プラス音楽で当たり前っていうイメージになってきちゃってるんでね。なので、まあなかなか音楽一本でこれから行くのってしんどいなっていうところがありますよね。だからやっぱさっきの、ムッシュペリネじゃないですけど、ああいうやっぱライブがもうできてっていうようなアーティストであれば全然ね、いけるんで、やっぱそのライブであったり、あとはそのなかなか刺激的な映像、ミュージックビデオをつけられるバンド、アーティストが、まあやっぱ生き残っていくのかなっていう感じはしますよね。ただね、その映像とかその動画、ミュージックビデオとかでもそうですけど、のその、まあ、デメリットなのかメリット分かんないですけど、その結局はその作者のイメージっていうのを押し付けるって言ったらおかしいか、なんかそのまあ、受け手が見る側、視聴者がその想像する余地が、余白がないなって思ってたんですね。だからなんかそこまでガッとシフトしないだろうって僕は思ってたんですよ。でそのやっぱりその作り手からこれはこういうもんですよっていうのを説明してもらえる方が楽じゃないですか。その自分で想像力働かせて補っていくよりも、作り手からはいどうぞって、これはこういうもんですよって与えてもらう方が人間って楽なので、やっぱりそういう部分がその動画、いや想像力を働かせなくなって、まあだから働かせなくても楽しめるようになってるっていうことなのかなと思ってたんですよ。だけどそれはね、ちょっとブレイキングバッドを見てもう全く覆されたんですよね、その考えは。いや、なぜかっていうと、やっぱりね、そのあそこまで長いストーリー、ちょっとね、やっぱ2時間の映画だったら僕あんまり思わないんですけど、ああいうテレビドラマシリーズって初めて、24とかも僕見てないんですね。で、ああいうアメリカのテレビドラマシリーズって今回ブレイキングバッド見たのが初めてなんですけど、あのストーリーとかやっぱその人間模様をこう描かれてしまうと、やっぱりね、その歩いてる時とか、普段ね、そこら中歩いてる、そこらこうね歩いてる時とか、電車乗ってる時とかでもそうですけど、
あれあいつってなんであんな行動したんだろうとか、でその行動の意味って何なんだろうなとか、そのなぜそういう風な思いになってしまうのかとかね、やっぱねそれをねすごくずっと考えてたんですよ。その見てない映像を見てない時にね。なのでこうまあその登場人物とかは当然そのイメージでパッと出てくるんですけど、その先なぜこいつはこういう行動をしたのかとかで、まあそれも作者の意図なんですよね。こいつをこう動かせ、こう動かしたらやっぱりみんなこう思うだろうみたいな意図とかもあったりすると思うんですよね。なんかそれを考えてるのもすごい楽しいなと思ったんですよ。で、これってどういうことなんだろうとか、こいつのした行動の意味って何なんとか、やっぱりそういうね考えをしてたんですよね。なのでそのイメージを押し付けられるっていうこともまた違うなって思うし、その想像力働かせなくなっちゃうんじゃないかっていう思いがあったんですけど、まあそれも全然そうでもなかったなと思うんですよね。でやっぱりねこれから 5G がね2020年とかからやっぱスタートするっていうことで、その 5G になったらもう容量無制限で、例えばもうほんと YouTube なんか外で見放題、携帯の電波で見放題っていうあの状態になって、もう要は常時接続のね時代になってくるわけで、でそうするともうさらに動画の需要っていうのが高くなってくると思うんですよね。であとその、まあ、2020年は無理だと思うんですけど、これからその自動運転がまあどん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 発展していくとなると、例えばそのレベルね、自動運転でもレベル3とか、レベル3とかあれですよね、確か BM でなんか BM のでレベル3が達成されたとかってなんかニュースになってましたけど、そういうのとかでどん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 やっぱりこれから進んでいくと、そういう技術が進んでいくと、例えば運転しなくなるけどやっぱそこに乗るわけじゃないですか。そしたら例えば東京大阪間で、まあ、8時間とかってなった時に、その間だ今までは運転ハンドル握ってなきゃいけなかったのが、その時間が全く空いてくるわけですよね。そしたらじゃあみんな何やるかって言ったら、まあ本読んだりする人もいるでしょうし、映画見たりする人もいるだろうし、 YouTube 見るね、見たいっていう人もいるだろうしって考えると、多分そこで音楽を聴こうって思うよりも、やっぱなんか映画見たいな、テレビ見たいな、 YouTube 見たいなってなるんじゃないかなって思うんですよね。でそのブレイキングバッドもそうなんですけど、 Netflix ってやっぱもう今話題じゃないですか。だけど僕は Netflix はまだ見てなかったんですね。そのあんまりその映画とかそんな興味なかったんで、で今回ブレイキングバッドで初めてあの Netflix もその契約したんですけど、登録か、したんですけど、多分Netflix とかどん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 これから増やしていくはずなんですよね。でね、アプリとかね、そのまあブラウザ、パソコンで見る場合はブラウザなんですけど、アプリとかのね使い勝手とかもうねすごくいいんですよね。なんか勝手に次のあと10秒で次の動画ですとか言ったり、なんかねそのあなんか使い勝手いいなって思うんです。だからそのあたりも洗練されてるし、多分 Netflix がまあ大本命なんでしょうね。ああいういろんな動画配信サイトありますけど、でそのブレイキングバッドって結構昔のもう2008年とかそんなんでしたかね、あの昔のその作品なんですよね。でその
やっぱりいろんな登場人物があるんで、それをねスピンオフのベタコールソウルっていうね、シリーズがまたあるんですけど、それはちょっとまだ今見てないんですけど、あ、この前昨日か1作目1話だけ見たんですけど、見始めてしまったんですよね。だね、それもね多分ねちょっとやばいなっていういろんなね登場人物がね、え、こいつがここに出てくるのとかっていうのがねあってね、そのブレイキングバッド見てしまうとね、ちょっともうこれも見なきゃしょうがないなっていう感じになっちゃうんですけど、それはね見たらネットフリックスオリジナルってなってるんですよ。だから今ネットフリックスってオリジナルのね映像増えてるじゃないですか。だからね、あー、もうここまで来てるかと、ネットフリックス。もうだから結局そのブレイキングバッドって世界ですごい大人気だったんですけど、そのベターコールソウルってそのスピンオフの映像を見たい人はHulu とか、なんかいろいろありますよね。あれだと見れないってことですよね。ネットフリックスオリジナルなんで、ネットフリックスを契約しないと見れないっていう。いや、これはね、もうこうなってくると、相当他の陣営はしんどいんじゃないかなって思うんですよね。だからなんか、ネットフリックスオリジナルでそこまでやるかと思って、ああすごいなーって思ったんですよね。っていうところで取り留めもない話なんですけど、まあただね、そのどうなのかな、やっぱり映像ってじゃあ映像やるかってなったとしても、やっぱねどうしても風景とかなんかそういう系になってしまうんですよね、一人でやろうとすると。でやっぱりああいうドラマみたいな風にやろうとすると、やっぱり協力してくれる人とか出演者の人とかっていうのも必要になってきたりするしね、やってみたいですけどね。だけどまあとりあえずちょっと映像、まあ将来的に死ぬまでになんか一本映画でもなんかね、撮りたいかな、撮るようにしようかなって思いながら、なんか、っていうような、ここ最近でした。はい。なので、まあちょっとね、ベターコールソウルを見始めてしまったんで、これも結構まだね、あるんですよ。だから、またこっちの更新が、滞るかもしれないんですけど、まあそれはそれで、ちょっとこうじっくり、今度はやっぱねブレイキングバッド一気にガーッと見てしまったんで、ちょっとベターコールソウルはゆっくり見ながらにしようか、あの音楽もね、音楽もまあちょっとやっぱ作りたいなっていうのも何個かいろいろいろんなアイデアあったりするんで、まあそれもやりつつかなと、いうところでした。なので、まあ、ちょっとね、ちょっとこう DTM 熱が今、落ちてるところなので、まあでもね、あるんですよね、そういうのはね、よく、いろいろ波が、やっぱり波があるんで、多分またしばらくしたら、多分ベターコールソウルとかも見終わったら、またなんか、作りたいなっていうのもあるんでしょうし、やっぱその中で、あーなるほどこういう心情ってあるよねとかっていうので、ちょっとね歌詞とかも断片的ですけどメモったりしてるところもあるんですよ。なのでまあその辺はその辺で、なかなか並行してできないんですけどねはい、という感じなので、ちょうど曲も終わりのところなので、こんなところで終わりにしましょうかね。はい、というわけで今日は DTM とブレイキングバッドと映像についてという話をしました。またなんかね、ちょっと新しいプラグイン出てほしいですね。オゾン9とかね。そしたらまたこうグッと、DTM のあれが盛り、あ、そう、まあそれはまた別で作るかな。まあ、作るかな作らないか分かんないけど、ニュートロン3この前やったんですけど、
結局ね、ミックスバランスって一切使わないですね、やっぱね、あれね。やっぱ曲作っていく最中にやっぱバランス整えていっちゃうんですよね。だからそれをまたゼロに戻してっていうのって、ね、すっげえめんどくさいし、なんかまだちょっと嫌な気分になるんで、あれは多分今後は僕は一切使わないと思います。あの今の仕様だとね、なんかもっとボタン一発でそのあたり微妙に調整してくれるとか、なんかね、ダウと連携するのが将来の目標とかって言ってたんで、まあそのあたり実装されたらまた試してみたいなと思うんですけど、とりあえず今はね、単体でトラックに挿して EQ とか、あとまあその辺のお助けをしてもらってるっていう感じですかね。はい、そんなところで、はい、今日は以上です。